蘇る死人と筑波タール様に裏切られた。俺たちが弱いと言ってた。皆殺しにして魂を支配するぞ。蒙古兵の手には筑波タールの税の秘密が書かれた巻物が握られていた。クロードは先を急いだ。クロードが道なりに進むと小さくのどかな集落にたどり着いた。その日、伊予の勢は鬼の精鋭たちを集め、さらに堅牢な守りを固めた。Thank you.
血の跡が真っ白な雪を濁ったような黒に変えて集落の外へと続く。蒙古兵のムクロからスクバタール隊の証を見つけた。クロードは真相に近づいている。鬼の犬がクロードの匂いを嗅ぎ当て、遠吠えを上げて主を呼んでいる。まるでこの世を呪うような声にならぬ苦しみが霧に覆い隠された家から漏れている。屋敷を包んでいた霧が少しずつ消えていく。
丘の上に立つ家から人の悲鳴がこだましている。怨霊を打ち払うと霧はゆっくりと晴れていった。誰かが船着き場で経を読んでいるのだろうか。霧の中に深く響いている。船着き場を覆っていた霧はゆっくりと川下に消えていった。
にわかにスクバタールの声が村中に響き渡った。おいクロードよ、力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。治療兵の助けを借りてスクバタールは逃げた。クロードは焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し他の民に同じ苦しみを味わわせぬことを誓って。